ね、なんかね、うん、すごい、なんかこれこんなのあるんですね。これちょっとこのままスマホかぶってなんかね、バカっぽいよ二人とも本当なんかエナジーボンボンみたいについてるんですけど、いやこれね、ヘアメイクさんが頑張ってセットしてくれてるんですよ、これは。それをむざむざね。え、でこれ相手のポンポンを、そう、先に取った方が勝ちというわけなんで、はい、まずは第1試合、翔巡査対佐賀巡査です。はじ、い、めはい。お、優しいな。これね、いいの真面目に、ま、だ俺ね、カウンターだから。カウンターね、カウンターね。一本いい音したけどね全く反撃する瞬間がなかった。カウンター全然できずというわけなんですけども、じゃあ次は俺と佐賀君か。佐賀君はもしかして最弱なんじゃない、大丈夫。これ佐賀君が被るのに、はい、じゃあ翔君のやつをもらい、はい、こんなんだってもうわけわかんないからね。お、抜刀術ですか、はい、すごい。これ見たことあるで。俺あれだよ、飛天三つ切りだからはい、では続いて第2試合です。佐賀巡査対虎巡査です。だってさ、そこから上切れなくない、だってどうやって切るんだよそれ。いけるいけるいける。いや、おかしいよ、めっちゃおかしい。いけるおかしいから抜けるって、ルドーに、ルドーに行けるって、ルドーに探しみたいな、なんか早く、早く抜きなよ、頭をいけるって。いや、あ、じゃあ、いけばいいのね。相手の技より早くだから。よし、いやー、 あ、意外と当たんなかったやるな、お主やるな。おガードするんだ普通にいい勝負だぞいい勝負だっぱり。そう、本当はガードとかないんだね。俺さっき微妙にしてたけど、お、なんかフェンシングやってこれ一番距離やってあ、はい、一本。わーい。じゃあ俺のイメージと違ったイメージは、はい、うん、こう来るじゃん、うん、こう来る、こうしたらさっとこう行ってはぁーみたいな感じだったんだけど、思いきや、うん、ちょっとね弱すぎるね佐賀君は。ちょっと、いや、高度な技を、うん、まあ、来て優しいんだろうね。白羽取りってこうやるもんじゃないからね、うん、こうやるもんだから両手でまずこうか、こうじゃないの。そうなんですよ。さあ、次は怖いな、翔くんと対戦なんで。なんかね、いきなりスピード上がるから翔くん。マジっすか。うわ怖い。よし、はい、じゃあ佐賀さん、はい、はじめ。はい、はい、なんだこれなんだろう、こう、なんだこれ、なんだろうね、怖いよ。こう番組的に言うとこうなんだろう、こうなんかムエタイの人が出てきてなんかこうガチみたいな。いや、びっくりした、翔くん強いね。でもしかし、はい、もう次もうなんかこう、もういいや、上がっちゃった。はい。